やりづらいです。最悪です。グランドじゃなくてあのスタジアム全体の感想はどうでしたか？レッツもグランドも上がってほしいですね。最高でした。地元っていうこともありましたし、まあ、あと一緒に来た室井選手が来るっていうのもあったんで、サポーターがすごいので、まあ、自分の力になるんじゃないかなと思って。理想は全勝だったっていう感じだったから悔しいですけど、まあ、これを引きずってまた負けてまた負けてってなると一番良くないんで、次はしっかりいい試合して勝てばまた、そのことは忘れられるし、はい。強いチームじゃないと思うんですよ僕は。そんだったら J2 に落ちてないし、何が大事かって言ったらやっぱり戦う姿勢とか勝つことでしょう。勝ち点3を取ることじゃないかな。今回は本当にいい経験になると思ってたし、どうもどうもどうもありがとうございました。クラブ一丸となってここのこの難局を打開しなきゃいかんという、そういうことなんで。ファウルもらいに行きました。戦に対しての気持ちが大きすぎたこともあって、ちょっとやっぱり気の緩みというか、あと残りの4試合を、まあ、4試合と言わずも1試合1試合目の前にある試合に集中して勝っていくだけだなと思います。2試合しかないんで90分に勝てるように練習一生懸命やって試合に臨みたいと思います。意気込みっていうか、もう勝つしかないんで、まあ、それだけですね。旅行で1点を先制しています。赤大分勝っています。したがってレッズはもう引き分けではダメなんです。この V ゴール勝ち点2を取るしかありません。阿部シュート、
僕らはそんなに強いチームじゃないと思うんですよ、僕は。そんだったら J2 に落ちてないし、何が大事かって言ったら、やっぱり戦う姿勢とか。勝つことでしょう。勝ち点3を取ることじゃないかな。今回は本当にいい経験になると思ってたし。どうもどうもどうもありがとうございました。クラブ一丸となってここのこの難局を打開しなきゃいかんというそういうことなんで。ファールもらいに行きました。戦に対しての気持ちが大きすぎたこともあって、ちょっとやっぱり気の緩みというか、あと残りの4試合を、まあ、4試合と言わず、もう1試合1試合、目の前にある試合に集中して勝っていくだけだなと思います。2試合しかないんで、90分に勝てるように練習、一生懸命やって、試合に臨みたいと思います。意気込みっていうか、もう勝つしかないんで、まあ、それだけですね。旅行で1点を先制しています。あ、赤大分勝っています。したがってレッズはもう引き分けではダメなんです。この V ゴール勝ち点2を取るしかありません。阿部シュートはそんなに強いチームじゃないと思うんですよ、僕は。そんだったら J2 に落ちてないし、何が大事かって言ったら、やっぱり戦う姿勢とか。勝つことでしょう。勝ち点3を取ることじゃないかな。今回は本当にいい経験になると思ってたし。どうもどうもどうもありがとうございました。クラブ一丸となってここのこの難局を打開しなきゃいかんというそういうことなんで。ファールもらいに行きました。戦に対しての気持ちが大きすぎたこともあって、ちょっとやっぱり気の緩みというか。あと残りの4試合を、まあ、4試合と言わずもう1試合1試合、目の前にある試合に集中して勝っていくだけだなと思います。2試合しかないんで、90分に勝てるように練習一生懸命やって試合に臨みたいと思います。意気込みっていうか、もう勝つしかないんで、まあ、それだけですね。旅行で1点を先制しています。
青、赤。大分が勝っています。したがってレッズはもう引き分けではダメなんです。この V ゴール勝ち点2を取るしかありません。阿部シュート、